オウシ座17番星は、オウシ座の恒星で、プレアデス星団に属する青色巨星である。プレアデス星団の恒星の中でも明るいものの一つ。この星は、月により、周期的に遠平され、また太陽系の他の惑星によっても遠平されることがある。直近の惑星による遠平は、1841年5月9日に起きた金星によるものである。 この恒星の射影時点速度は秒速 181km と高速で時点している。これは恒星から地球の視線に沿った時点速度の赤道方向の成分である。恒星の推定軌道傾斜角は46.8度プラスマイナス1.6であり、真の赤道時点速度は320秒速 18km と推定される。高速の時点のため、 国付近は平たくなり、赤道は膨張している。そのため、この構成の表面重力は一様ではなく、温度の多様性を生み出している。緯度によって放射量が変わり、この効果は重力現行として知られている。高速の時点は核の密度を増し、放射量を減らすことによって構成の寿命を伸ばしている。スペクトル線中に、 水素の明るい放出線を持つ B 型星である BE 星に分類される。BE 星は通常の B 型星よりも時点速度が1.5倍から2倍速いため小さなプロミネンスでも質量が失われる。視線速度の測定値の変化はこの構成が番性を伴っており分光連成を形成していることを示唆している。赤外線による観測で約0.5等級に相当する。 赤外超過が観測された。この放出はおそらく放射による質量喪失と構成の高速時点とによって形成されたガスの円盤に由来するものである。およそ10年ごとに放出され、構成の赤道面に定着する物質によって、この円盤は形成される。しかし、構成を取り巻く明るい星雲状の物質が観測を不確かなものとしている。 型有名のエレクトラはギリシャ神話に登場するプレイヤーデスの一人、エレクトラーの名前にちなんでいる。2016年8月21日、国際天文学連合の構成の固有名に関するワーキンググループはエレクトラをオウシザ17番星の固有名として正式に承認した。ありがとうございます。